ネバーバー王国から村人が失踪する事件が発生。国王はあなたとパーティーを召喚しました。仲間はドラゴンボールのモンク、ハーフエルフのドルイド、ティーフリングのローグ、そしてドワーフのウィザード。パーティーは鬱蒼と茂る暗い森を抜け、黒魔法の生まれ基地を越え、失踪した人々を奪還しなくてはなりません。しかし道中には影に潜むモンスターで溢れています。奪還に成功すれば国王から金貨1000枚の褒美が与えられるのですが、しかし失敗すると、いや今はただ成功することだけを祈りましょう。さあ運命を委ねたダイスロールをどうぞ。いやーワクワクしませんか。幻想の世界で巻き起こる数知れないクエスト。そう、あなたはダンジョンズ&ドラゴンズのプレイヤーです。必要なのは冒険心とほんのちょっとの想像力。1974年に販売が開始されたダンジョンズ&ドラゴンズは爆発的な人気を博しました。おそらくは商業的に販売された TRPG の第一弾だったことが功を奏したのでしょう。そんなこのゲームには文句なしで世界一のファンが存在します。彼はかれこれ同じセッションを40年も続けており、継続中のダンジョンズ&ドラゴンズのゲームの最長記録を保持しています。ライフワークとは彼のためにあるような言葉なのかもしれません。彼ロバート・ワードハフがダンジョンズ&ドラゴンズのゲームを開始したのは1982年のこと。当時このゲームは今ほどの市民権を獲得してはいませんでした。多くの親たちはこのゲームを有害なものと位置づけ、子供を洗脳し暗黒面へ誘う悪とみなしていたのです。ですから多くの子供たちは隠れてこのゲームで遊ばなくてはなりませんでした。ワードハフが育った地域も同じでした。ゲームに対しての風当たりが強かったため、彼はストレンジャーシングスを見た時に非常に喜んだのだと言います。このようなドラマや映画ロードオブザリング、ホビットが社会にファンタジー世界が受け入れられる土壌を作ったことに対して彼は感謝の念を抱き続けています。ゲームの魔法の世界に魅せられた彼は友人数名とゲームを開始。 TRPG は20面ダイスとメモ帳が数ページあればなりきるためのキャラクターが作れます。しかしワードハフが担当したのは単なるプレイヤーではなく、ダンジョンマスター、略して DM と呼ばれるこの役割は毎回ごとのセッションの進行を管理します。 DM はストーリーも考えるシナリオライターで、場面設定とあらすじを考え、プレイヤーが直面するチャレンジを設計し、遭遇するモンスターを選びます。 DM はゲーム中のプレイヤーの行動以外の全てを管理するのです。またゲーム中に遭遇する出来事やものを言葉で表現する責任も負います。ワードハフはただ単に良い DM であるだけでなく、伝説的な DM と呼ばれています。はじめ4人で始まったこのゲームでしたが、それ以来60名のプレイヤーをゲームの世界に誘いました。多くの人が車や飛行機でカナダに駆けつけ、彼の終わりなきクエストに参加したのです。しかし世界で最も長く続くセッションを続ける彼の秘訣とは一体何なのでしょうか。さあ紙とペンを用意して彼の DM の秘密をメモっていくことにしましょう。その1、継続は力なり。彼の継続っぷりは半端ではありません。40年の間の彼のプレイ時間は2万800時間。ちなみにこの時間には彼が手で塗装した3万体のフィギュアやフィールド、街のジオラマに費やした時間は含まれていません。その2、己の全てを費やせ。ワードハフはゲームを進行させ続けることが生活の一部となっており、人生の大きな岐路でもゲームを中心に決定を下しているようです。例えばゲームスペース用に3万体のゲーム用フィギュアが収まる大きさの地下室のある家を購入するというのもその一つ。ただそろそろもう少し大きな家が必要になっているという話もあるそうです。その3、面白い世界を構築しろ。ワードハフはウェスタン・オンタリオ大学の歴史学教授。彼の仕事内容はもちろんプレイヤーのために作り上げている世界に反映されています。彼に言わせれば、彼が作り出す世界は地球の歴史の別バージョンですから、哲学や社会学、そして実際の世界史の要素を組み合わせることでユニークな世界観が生まれているのです。その4、ルールに縛られるな。ゲームには
プレイヤーやダンジョンマスターが準拠しなくてはならないルールブックが存在します。最新のものは第5版ですが、ワードハフは必ずしもこのルール通りにプレイすることを求めません。彼は柔軟にルールを曲げることでルールに見つかった穴を埋めていくアプローチをとっています。現在彼はオリジナルのルールシステムを持っており、彼のセッションの参加者たちはこれをホームメイドルールシステムと呼んでいます。ダンジョンズ&ドラゴンズが初めて発売された時、ダンジョンマスターのガイドにはこのような一文が載せられていました。書かれたルールブックなどはインスピレーションの基礎として使ってください。彼はこの原則にのっとってゲームの運営を行っているのです。現在過去を問わずルールに縛られないことで、彼は新たな種族や国、文化、神話を新たに創造しました。この自由度満点のアプローチが彼のゲームをいちいちルールブックを参照せずとも気楽に遊べるものにしているのです。彼のゲームが非常に長いものへ発展している今でも、彼は後からルールに変更を加えることで前よりも素晴らしいゲーム体験を作り出すことに成功しています。もちろんかといって提供されているマニュアルを完全無視するかというとそうではありません。例えばデモゴルゴンのようなモンスターはもちろん彼のゲームにも登場します。その後、ジャンルをミックスせよ、他の追随を許さないほどの複雑なプロットを生み出す彼の世界は、様々なストーリージャンルの組み合わせによって構築されています。復讐劇やロマンス、様々な危険なアドベンチャーが彼の世界で待っています。その6、ハラハラするゲームバランスにしろ。現在ワードハフのゲームでは500名以上のキャラクターが生み出され、プレイヤーとして参加しました。これほど多くのキャラクターが生まれた理由は、死んだキャラクターはもう戻らないというルールがあるため、ギリギリの戦いをプレイヤーに経験してほしいというバランス調整です。キャラクターの生命力を表すヒットポイントが完全に失われた場合、そのキャラクターは二度と帰ってきません。プレイヤーが再びゲームに参加するためには予備のキャラクターを用意する必要があります。キャラクターを使い切ったプレイヤーはゲームから除外されます。ワードハフはこのバランスが感情や興奮、緊迫感を生むのだと考えています。この考え方はおそらく正しかったと言えるでしょう。彼のゲームテーブルではキャラクターが死亡したことで大の大人が泣くという場面がたびたび起こるのだそうです。その7、情報整理をしろ。50人用のクエストとゲームを管理するのは並大抵のことではありません。ワードハフのゲームには大きな一つの目的があります。しかしその他には何千何万ものサブプロットとサブクエストがあり、時折10年越しに再訪するキャラクターのエピソードなども存在します。ワードハフはこれを全て覚えていなくてはならないのです。プランナーを雇いたいくらいの仕事ですね。その8、個人の事情よりゲームが優先。父親と一緒にダンジョンズ&ドラゴンズをプレイするのはとても素敵な体験。しかしそのテーブルに元彼がいるとなると気まずさはマックスですね。実際6歳の頃に妖精として参加したワードハフの娘は現在20歳、プレイは未だに続行中なのですが、隣にはなんと彼女の元彼がいます。ワードハフは来る者は拒まずの姿勢でゲームを開催しているため、その人がゲームをやめるまでは続けても良いことになっているのです。でもやっぱり気まずい。その9、本当に大切なことを忘れるな。ワードハフにとってゲームは友情の象徴。彼に言わせれば友情こそが人生を送る上で人同士をつなぎ止める大切な要素なのだとか。彼はその道中で素晴らしい友人を見つけています。そして彼がゲームを続けている限り、友人たちは一堂に集うことができるのです。ワードハフは新たなプレイヤーやキャラクターを招き入れることにとてもオープンで、この先もこのゲームをやめるつもりはありません。ですから皆さんももしかしたらやがて彼のゲームに参加することになるかもしれないのです。